ご覧いただきありがとうございます。今回は JR7 から歩いて近くにございますサンサーラ奈良さんの方にお邪魔しております。こちらは綺麗な洋室のお部屋となっておりまして、床はですね、明るめの色合いのローリング調のクッションフロアですね。これね、白い感じが、光がね、反射してお部屋が明るく広く、感じることができます。そして南向きのバルコニーがですね、もうお日様が降り注ぐ暖かいお部屋となっておりまして、バルコニーもね、結構単身様物件にしては広く作られております。前もね、こう2階建ての建物が多いですので、もう日当たりはバッチリですね。洗濯物もね、気持ちよく干していただけそうですね。お部屋にはエアコンや照明器具もついております。本日はね、ちょっと電気が通電してませんのでつかないんですけども、キッチンまでにはしっかりとこの扉がついておりまして、奈良市内では IH コンロはね、最初からこのように準備していただいております。収納扉もね、しっかりと下にも上にもございますので、収納力もバッチリですね。そして隣には室内でお洗濯ができます洗濯機置き場がございます。そして後ろには大きな冷蔵庫をね、置いていただいておりますので、すぐにね、このまま使っていただくことができます。まだね、こういったスペースもありますので、有効活用できそうですね。収納がですね、このように洋服もね、かけていただくことができますので、玄関先ですのでね、ここでこう脱着して使っていただくと動線もね、いいですね。そして奥が玄関スペースはこう広くなっておりまして、シューズボックスなんかもね、しっかりと置くスペースができております。最後にこちらがホテルのないミッドバスタイプとなっております。しっかりとね、肩までね、湯船に使っていただけそうな浴槽がついております。お部屋もね、かなりこれだけ広い空間となっておりますので、ベッドや机なんかをね、置いていただいても十分、使っていただくことができます。環境もね、おすすめの物件ですので、ぜひこちらの、人気物件詳細情報を弊社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の好きでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。